センチュリー・シネマは愛知県名古屋市中区の名古屋パルコ東館8階にある映画館スターキャットケーブルネットワークによって運営されている2スクリーンを有するセンチュリー1のスクリーンは縦4.4メートル横10.34メートルであるカフェを併設したロビーは映画館商社以外も出入り自由である客層は年配女性が中心だが併設するカフェは 若い女性の利用も多い。名古屋市中区坂江3丁目にある名古屋パルコは商業施設が立ち並ぶ名古屋の中心地区の一角にある。1989年6月29日の名古屋パルコ東館の開店とともに8階に直径20メートルのアストロドームというプラネタリウムがオープン。実況解説を行う名古屋市科学館のプラネタリウムとは異なり、 全自動解説を売りにしていた。プラネタリウムの他にも映像イベント、ライブやコンサート、ダンスパフォーマンスなどに使用されていた。センチュリーシネマが入居する名古屋パルコ東カンアストロドームは2000年10月に営業を終了した。アストロドームの跡地はヘラルドグループによって映画館に改装され、同年12月2日にセンチュリーシネマが開館した。 開館当時は160席の1スクリーンのみだった。このホールは勾配のあるスタジアム方式であり、他館の標準的な座席より横幅が5センチ広いゆったりとした座席が売りだった。開館当初はロビーにパソコンを18台設置し、飲食代プラス200円で1時間のインターネット利用ができるメディアラウンジがあった。年間5万人の観客1億円の売り上げを 見込んでいた。風切り作品は、カンヌ国際映画祭のオープニング作品である、宮廷料理人バテル。開館直後には、恋の骨折りゾンや、リトルダンサーなどの作品を上映している。日本中で、ブームとなった、アメリは、中部地方では、センチュリーシネマのみで公開され、2001年から2002年にかけて、約半年間のロングラン上映を行った。 2003年12月には、ヘラルドコーポレーションが、約300億円の負債を抱え、名古屋地方裁判所に、民事再生法の適用を申請した。センチュリーシネマとゴールド劇場、シルバー劇場の運営は、スターキャットケーブルネットワークの子会社である、スターキャットエンタープライズに引き継がれた。2011年3月、カフェスペースを縮小して45席の2スクリーン目を、新設。 上映作品はヨーロッパ系の作品が中心だったが2012年2月にゴールド劇場、シルバー劇場が閉館すると同映画館で上映されていた作風の作品がセンチュリーシネマに移され韓国などアジア系の作品などが増加している。ありがとうございます。